じゃこんにちは。久しぶりだな、ここで撮るな。私がいつの間にいなくなったことになっていた、はい、そうだよ、そうじゃないんだよ、うん、トレンド撮ってるから。そうですよね、撮って出しをしなきゃいけないから。そうそうそう、だからちょっと申し訳なかったけど、ね、いやいや、まあ、その間に、まあ、いろんな出来事ありましたけど、まあ、パリーグはレギュラーシーズンも終了したね。はい、終了した、はい、しましたし、まあ、セリーグが、まあ、あるんですけれども、うん、そんな中で豊さん、身の危険を感じてください、はい、めちゃくちゃ感じてる。やばいどの辺から感じてました、今シーズンの。いや、全く気がつかなかったんだけど、はい、残り10試合ぐらいの時に、はい、菊池涼介広島のね、シーズン守備、はい、10割で終えるかみたいな、はぁみたいな、何が起きたんてるんだと、え、エラーしてないのあいつみたいな。そうなんです、広島の今ね、菊池内野手が、はい、ノーエラーで来てるんです。そうなんだ、はい、困っちゃった。困っちゃった。豊さんは実はそのセカンド二塁手のシーズン最高守備率87年に何割何分何でしたっけ。9割9分7厘、失策2だったんですよね。それ日本記録なの。あ、そうなんですよ。で、同じく94年に日本ハムの白井さんが記録してるのも失策ともに2で、お二人が並んでたってことですか。まあ、そうだね、一緒にしてほしくはないけどね。まあ、数字上は一緒だから、はい、その時の87年の豊さんは何試合出てたんですか。127。あ、127、うん、もうほぼほぼフルで出てた、まあ、3試合だけだよね、休みだからね、はい、で、まあ、白井が130、はい、まあ、あいつの場合は代打もあったのかもあるんだけどね。なんで自分は違うみたいな感じがどうする。やっぱ負けず嫌い。まあ、そうですね、野球選手は。まあ、まあ、でも白井もレギュラーだったから、はい、まあ、それなりに、はい、立派な記録だと思うけど、はい、菊池の10割はすごいね。すごいですね。まあ、今年はちょっと、まあ、コロナ禍もで試合数も減ってますし、菊池選手自身の試合数もその豊さんよりかは もちろん少ないっていう、まあ、取ってる時点で残りあと1試合で、はい、それを出たとして107なんだよね。そうなんですね。じゃあなると、だから20試合違う。やっぱ20試合って大きいですね。いや、それは大きい大きい。そうですよね、うん、いや、俺らはやってる時にさ、はい、日本記録だとかなんとかってあんまり気がつかずにやってて、はい、あ、シーズンずっとやってないなっていう意識があったよね、はい、うん、で、まずファーストに投げた時にゲッツー崩れで、うん、あ、ゲッツー崩れっていうかゲッツーをこう取って投げたらちょっと低投したんだよ。はい、で、ファーストが取り損ねてるんだよね、うんうんうん、で、それがルーキーの大野だったから、はい、まあ、俺のエラーについちゃったんだけど、あ、いや、取れんかったかと思って。それはどっちがエラーだっていうのはもう審判のさじ加減で、いや、もう公式記録員がいるから、いるから、で、俺のエラーになっちゃったんだ、はい、まあ、ルーキーだしね、大野が、あ、俺がああいうちょっと難しい球投げちゃったからもうしょうがないやと思って、その時はボブ・ホーナー、あ、はいはい、ランナー、はい、セカンドまで来やがって、赤鬼が出た、来んなみたいな、出た人間の、はい、まあまあ、それで一つ目のエラー、はい、で、秋口、うん、もうね、デーゲームとナイターを間違えて、うん、ちょっともう消化ゲームだったから、はい、ちょっと深酒をしたんだよ、で、酔っ払っちゃってたんだよ。酔っ払って、いやいや、だって俺朝、友達を起こされたんだもん。お前大丈夫か友達に、裏方にね、裏方さんにの同級生に、あると思わなかったの。いや、俺ナイターだと思ってた。そんな人います。いや、俺も人生で初めてだから、野球やってて。何時に起こされたんですか。10時。え、おい、多分起きてるかって言うから、はい、いや、もう何してんだよって、もうまだ天井が回ってるよみたいな、はい、くるくる回ってるよみたいな、うん、今日デーゲームだぞって、お前なんでそりゃ前日言わないんだよとか言って、はい、いや、俺知ってた、あんなに飲んでると思ったよみたいな。うわ、そっから急いで、それから急いで支度して、はい、で、球場行って、はい、そしたらボールが3つぐらいに見えるよね。いや、まだ酔いが覚めてないんですね。その時にポロッとやったんだ。それは、え、セカンドに来た、うん、セカンドゴロですか。セカンドゴロを3つに見えてました。3つに見えて、完全にどれ取っていいか分かんないですよ。だ、3つに見えてたうちの1つ取ったら違うやつだったんですね。だから3分の1の確率で、そう、間違えたんです。それが鬼ってことですか。だから本当だったら1で切り抜けられたんだよね。そうですね、うん、そうです。ただね、思い起こすと、はい、あ、これエラーだなと思うのがヒットついたりとかさ、はい、まあ、ラッキーもあったんだよ、中には、うんうん、やっぱそういうことはないとさ、はい、2つなんかなかなか収まらないのね。
大体平均的にセカンド守ってる方って、エラーってどのぐらいつくものなんですか。まあ、平均的に言えば10個いかないぐらいだったらいいんじゃないの。あ、でもやっぱりそのぐらいエラーっていうのはついてしまうものなんですね、うん、1シーズン。まあそうだね。今年の坂本が4個あ、少ないショートで、はい、すごいよね、はい、ただまあ試合数も少ないということもあるけどね、うん、まあ4個とか、はい、だから平均するとまあ10個以下、うんうん、5個以上、はい、ぐらいだったらもう合格点だよね。それってお給料とか査定の面にもプラスされるんですか何か。いや、あんまり地味だからな。あ、守備のエラーがないっていうのは。だって俺はお前日本記録取ってゴールデングラブ取れなかったの。どう、なんなんだよみたいな。そうですよね。そうだろ、記録だよ。記録取ってるのに、なんでですかね。なんでだろうね、うん、それ知らない、いじめかもわかんないけどさ。かもしれない。いや、いやそれで、はい、表彰されたんだよ、うん、それかわいそうだっていうことで。かわいそう。いや、日本記録なのに、はい、ゴールデングラブ賞も取れないから、うん、かわいそうだって言って、はい、川島さんっていう、はい、セリーグの会長が、はい、言ったらお前来いと、うん、で行ったら表彰式で、はい、日本記録おめでとうみたいな。豊さんのためだけにってことですか。そうそうそう、それはちょっとかわいそうだったなっつって。そうですね。そこで初めて日本記録も知ったわけだから。自分が初めてだったんだっていうのが。そう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 。いや、それで、まあ、菊池の話に戻すと、はい、やっぱ自分もね、おそらく意識してると思うよ。やっぱ自分が ふと気がつく時あるんだよね、うん、あれ今シーズンエラーしてないなっていう、うん、そっからやっぱり意識はどん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  大きく膨らんできてると思うよ。いや、その中で10割だから、はい、すごい。いや、これはすごい記録だよ。そうですよね、うん、それであいつがさ、はい、下手でなんかこう縮こまってプレーしてるプレイヤーじゃないじゃない、うん、やっぱもう派手だしさ、見せるしさ、はい、そういう中でノーエラーっていうのはなかなかできないよ。これすごい記録だよ。でもだって107試合、はい、フルに出たとしてね、20試合違うっていうのがどうなるかと思うんだけど、確かにその試合数で割ってみてどちらの方がとか、なんか、いや、そりゃ10割にはかなわんて。いや、そうですか。試合数が20違ったとして、まあ、違う。ああ、そらね、それとやっぱ松田スタジアムでしょ、はい、内野に芝があって土でしょ、うん、そらね、守るの難しいよ。 それ本拠地だから、はい、ものすごい立派な数字だよ。そうですよね。いや、だからセカンドの、ね、取るのもそうですし、スローイングもそうだしっていうことですね。でセカンドってさ、どこにも絡むじゃない、まあ、いや、本当です。だいたいボールが来るって、はい、もうそこでノーエラーだから大したもんだよ。俺は横浜スタジアムで人工芝だったから、はい、まだやっぱ楽だったよね、うん、でも彼はきつかったと思うよ、10割維持すんの、うん、でも俺らの時は名古屋球場、甲子園、広島市民球場と土のグラウンドが3つあったから、まあ、まあそれはいい出してくれて、まあそうですよ、そうですよね、ま、当時のね、広島市民球場がひどかったんだよ。ボッコボコですか。ボッコボコだから。そんな中でよく取ってたんですよね。まあね。市民球場ではじゃあエラーはしてないですか。市民球場で1個やったの。どっちですか。よくないの方で。いや、絡んでた方。ああ、だからそういう思い出があるよね。でもまさかさ、はい、その9割9分7厘守備率10割が出てくるとは全く思わなかったよ。これはもっと大騒ぎになってもいいと思うけどね。そうですよね。だって打つのが3割、うん、守備は10割っていうのが野手の目標だから、はい、それを10割で終わりきるっていうのはすごいことなんだよ。そうですよね、うん、だってポロッともできないんだよ。いや、もちろんもちろん。アナウンサーだったら1年間全く噛まないということだからね、うん、まず無理です。無理だろ。不可能。それも本当不可能。不可能だろ。はい、だからもう技術的にはそんな感じだよ。アナウンサーが1回も1年間噛まなかったっていう。いや、もうそれは鉄人みたいなことですよ。そうでしょ、はい、いや、だから菊池おめでとうって。そうですよ。なんか本当に表彰されてあれですよね。いや、表彰されなきゃダメだよこれは。そうです。あ、すごい、うん、やっぱりそういう記録もね、はい、含めてね、はい、まあ菊池はやっぱセカンドとして、うん、やっぱり一流のプレイヤーだなっていうのを改めて感じましたよね。そうですね、はい、菊池選手おめでとうございます、はい、負けました